あとどう帰ってきてさ、その これ言っときたいってやつあれば。なんだろう、結婚のことも言ったらいいじゃん。結婚、あ、結婚って、あ、確かに、それも、それも、ちょっと、住職でも聞いたんですけど、それもちょっと別で、その結局、その結婚の、そのまあ、相談ですかね、その、結局やっぱり、検証会って、まず彼氏ができたら、まあ、作曲しろと言われます。まあ、それはもう、どこも同じだと思うんですけど、まあ、我々もそうですよ。そうです。で、それで、まあ、言われて、やっぱその、なんだろう、などこかだから、でまあの彼氏に作曲して、もちろん入信させるというじゃないですか、うん、で、彼氏は彼氏でいてもいいと、うん、でもやっぱし、なんかある時にはほら、彼氏を取るんじゃなくて、ご奉公ですよね、うん、で、やっぱし、結婚の話とか出てきて、うん、結婚どうしようかなって、まあ、まあ、先輩には相談しないですよね、うんうん、でも、上からは、結婚なんてしたらダメ、しなくていい、来世で幸せの今結婚、子供なんていらない、うん、もう、これ、新人しなきゃって言われてきたんですよだから独身も結構多いです。だからいいよね。それはその宿独特の言い方かも。いやもう検証会全体の。だって結婚しなかったらホット相続って言うんだけど。うん。それはだからこれ初めて聞きました日蓮宗主で。だからやっぱり一代からもういいんだ、朝一代だけだからいいって言うんだ、うん、だから来世、学会と似てるわ、来世で結婚しなさいって、来世の私は、うん、今世じゃもう女子部だけでずっとババになっても女子部、そうです、やだそんな女子部、やだそうだけど、もう結婚とかもうしなくていい、もうただただ合法だけそうで、うん、そしたら整っていくからって、で、と積んだとこは来世でそうです、そのまま立派になっていけるから、うん、すごい素敵な人で巡り合えるからっていうこと、うん、だからやっぱそれを洗脳されていくんですね、だから私 もうしなくていいのかも、もう今の人なんですけど、やっぱしなくていいかもしれないってなっていきます、他の人たちに何でもよくなってくる、でやっぱもうやっぱり彼氏に対する多分思いやりもなくなってきてます、そうだよね、投げやりになってくるよね、もう別にいいやって、振られるなら振りなみたいな、そうなります、だからやっぱなんか今は本当にやっぱその人生に入って本当に良かったって、私も自分自身も話すんですけど、もうなんか変な風になっていってたねって、あの時は本当に偉そうだったので、結婚はしなくてもいい、来世でいいんだってって、で結構年が上の人で女子部の方も独身の方が結構いらっしゃって、バリバリしてた、あの人がね頑張ってるから一旦いいよねって、私もそれで頑張ればって幸せになれるって、で必ずいい人と巡り合えるからっていうことだと思う、でもそれは来世と来世の話です、本音ではとにかく新人、でも普通に考えてみたらさ、まあまあそうやって洗脳されてる人は分かんないけど、やっぱり惨めな老後になるぜ、いややっぱそうなん、その時はそのように思わなかった、思わなかったね、だって高専留した時にはもう絶対幸せなので、惨めだと思ったことなかったですよ、そこがあるから、全部そこのイメージになる、イメージの中に入ります、全部だから具体的によく分かんないけど、とにかく一人でも、うん、あのババアの女子部でも、もう全然こう円満な環境になってる、だから自分が好きなことをした方が幸せなのかもっていうふうになります、結婚して子供を産む、ね、そういう幸せじゃなくて、自分が一人でやっていってる方が幸せなのかもしれないって思っていく、いだからさっきのほら体調ね、親が下で子供が上っていうその啓蒙もそうだけどさ、結局検証会の組織が全てのあの縦軸と横軸であって、うん、その過程っていうのはそれにいくらでも切られても何しても別にそれは何ともないわけだ、こっちが主体だからね、うん、結婚もそうじゃん、そう、検証会が検証会と結婚したらもんだよ、検証会に結婚させてる、個人的な結婚なんてそんなものはあと、そうです、来世、うん、そう、部長がそう言ったらそんなもんかなって思ったよね、うん